はい、やってきました。ということで、今日は何ですか。はい、今日はコンバット先日あったまた 5DJ クラッシュなんですけど、ケンティグロス VS アイチンの試合が YouTube にアップされましたので、それを見ていただきたいなと。はいはい、ちょっとコメントしていっていただきたいと思います。まあまあ、でもまあね、これ見てない人はぜひ見てほしいんですけど、はい、まあまあ俺は現場で見させてもらったけども、はい、まあ、改めて画面で見たらまたね違う感じかもしれないので、はい、見ていきますか。お願いします。わかりました。じゃあ、先日行われたコンバット5、はい、ケンティグロス VS アイチン、はい、見ていきたいと思います。はい、なんか渋いもんね。ホームグラウンやっぱええね。かっこええな。このリズムかっこいいですね。ね？この感じかっこいいですね。きた、アイチン。コンバット。でかいな、身長。大阪。いやいやみ。ホームジン。今日もどこかで爆音が響き渡る。もう切なさを街に語る。ただなんとなく家にいたくなって、来たね DJ を殺しに。雑魚を追いから避ける踊り、戦い続けてる裏通り、屍越えてきたゴリラホール。コンバット5でキルケン DJ。 眩しい太陽から咎めよう、さあ始めよう、またホームグロウンが楽器を鳴らせ。アイチンの舞台に変わるここが何もない。なんだもうな、いやいや、ちょ待って、マットンさんの使い方マットンさんのまず使い方、マットンさん、はい、ケンティ、マットンさん先輩やで。そうです、灰皿も足してるやんまあ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 、行きましょうか、はいはい。ドブキアームの前に俺の番でいいか。で相手はアイチビッグアップハームチーム。よそういせバンバラバンバン、そういせバンバラバンバン、そういせバンバラバンバン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 、そういせバンバラバンバン。コンバットに誰が来て決めるみ、バン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 にワードなきゃなんて誰もかなわし。よバンバラバンバンバンにワードなきゃなんて今日はアイチンがこうやって聞いたら声めっちゃ出てんな、ケンティ。お客さんの声のオフィシャル DJ クラッシュ。まあまあ余裕こいてます。どうせやったら NG 編とかジャンボマーチとやりたかった。チェホンルーボイフェイスやばす。今日の相手は浜のガス。俺がいっちゃんやり合いたい。相手は両座スカイウォーカー。殺し合いならいつでも
なんか、ちょっと待って。なんかあの、ケンティー、この感じ見んのなんか、新鮮やな。意外とバトルあんま出てなかったんですか、ね、出てなかったし、オフィシャルでね、クラッシュするのはね、はい、初めてって言ってただけあって、俺もね、オフィシャルでそういえばケンティーがクラッシュするの見んのは初めてかもしらんね。うん、なんかこう、ラバダブとかでクラッシュっぽいことをやってんのはよく見るけど、あ、はい、なんかこういうオフィシャルで、あの、やんのは初めて 見るから、うん。だからなんかちょっとこう、新鮮っすね。はい。はい。いつもと同じ。おい。先輩が来るってクラッシュ出ねえから、相手が俺なんだよ、バカ野郎。今まで何やったっ。ちょ、まあ、これはちょっと俺、ケンティーのことを擁護するわけじゃないけど、はい、ずーっと出たかってたで。ずーっとコンバットいつ呼ばれんのかなーってずーっとこう、あ、そうなんですね、待ってたで、はい、まあケンティーもキャリアあるからさ、はい、自分から出してやみたいな、まあみんなそうやと思うけど、はい、あのなかなかやっぱ言いにくいかったりもするやん、だいぶベテランだとそうなってきますよね、いつ呼ばれんねんみたいな、はよ呼んでくれよみたいなのはもうずっと言ってたけどね、はい、じゃあ続きいきますね、はい、サンタ先輩お前マジで遅すぎるで出てくんの、いやまあ、いやまあ、ふざけんじゃねえ、誰だと思ってんだよ、リスン、えい、こっそら浜のバッボイ、クールでバッボイ、これが俺たちのやり方、誰を相手にしてるか俺がわからん、来た不良の時間、フローライカーカー、フラバダブエリアの、よぉ、ウォランドマーミス、はい、今目覚ますここのライオン、今夜この場が初号の最後、こいつの中は子供のバイト、俺は本業ラガマフィ代表、そこの自称不良に俺はキッカもクラッシュも強い、この不良の中の不良に言わせ、こいつなんかただの不良い、えげつな狙いこっちはまだ限定に出ないじゃないか、巻き込んだらもう最強じゃない、うん、よよよ、そこらの DJ と一緒に住んだ魅力笑いがライトに、このヒョロヒョロが幅の愛人、こいつが俺に勝てるわけないし、こいつの銃も聞いたことないし、こんな進化す話なら今夜化けの皮剥がしたら、横浜さたりのさ下が俺の相手、100年早いから、バチバイタルで、しかしバチバチしまいたるで、バチバチしまいたるで、しかしわしゃ甘くね正体、本当は昇進玉小さい、鼻毛丸出しで目ん玉小さい、わかんだろ、心も小さい、本当は昇進、口数少ない、楽屋で震えて出番を待つ、身長 C の権利じゃ、俺には勝ち得ない、絶対俺には勝ち、ボンボクラミー、何はドラガ男児権利に、エリタイボスさんで厳密に、フラップ営業もめっきりてっきりげっきち、ここらでためらわずてっきり、一撃やいやっててんびに、愛知なんてそち、ケンティー G はガチのあげち、ラガラガララガラガラ、まだどやかち、子供の足はどっちだよ、子供魂いつもそうだ、すぐに下ネタそれに逃げる、熱いこともたまには言うけど、歌下手くそすぎて伝わらねえよ、まあ今下ネタさっき言った愛知からやけどな、俺は負けない、こんなクソには負けないよ、レッドボーイショディラレクロッカーフェイズ、おい若いなジーナッツ、弱んじょぱぶち殺すぞ愛知、俺を舐めてんのか、
ほんま天下でもクラッシュでもええからこらかかってこんかい。どっからでもええで全部返したら、お前が動いた瞬間その土玉にぶち込む銃だ。ブッシュボンボン振っておるじゃんになる。嘘に生きてるかしないでクラッシュしたって張り合いで。こんなこと俺初めて聞いたもん。ガチの不祥事だなんてお前の理屈だなんて。まあまあ YouTube 行ってるチューが。ちょっと錆びてるぜ、チューが錆びてるぜ。発砲できてない、マジで全然やってはない、マジどうしようもないね。今までやってねえから錆びちゃってんだよ。俺はよ、準備整わなくてもやるんだよ。リスリス、やらなきゃ負けだ、やらなきゃ負けじゃ。やってから負けるか、勝負に負けても自分に負けなきゃ勝利につながる何かが見つかるはずさ。覚悟を決める、戦い出せば恐怖は消える。俺のためなら今すぐ死ね。逃げる安心だ勝負に。でも愛知やっぱこう でかいからさ、身長、はい、映えるよなステージ。あー、そう、こうやるだけで手足の動きとかもめっちゃ映える。めちゃくちゃ映えるじゃな。オランドマン元気にすっちゃかめっちゃかも止まれ。今夜のことなんと高いところまで。よー、愛人が俺に勝てるってそれほんまに。よー、こいつの見た目は不良みたい、自分で言うには不良みたい、始終前にしてまだ不良ってそれほんまに。愛知に住んでないよ愛知、カピカピ顔したこれ愛知、こんな顔してめちゃへにゃちいてほんまに言うて。オラオラのおぽの金髪くん、お前の顔面ムカつく、オレオレ詐欺して金ふんだくるでほんまに言うて。言うたってほんまに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 言うて。それほんまに言うてんの。嘘つきばっかり、オレオレ詐欺やってない、また妄想みっともねえから、その妄想いい加減やめろ。俺を誰だと思ってんの。天地一人マジでなさい。2曲目はただの新曲って言い出した、ただの新曲って言い出した、マジでなさくね。どちらも隠した愛人とかけまして、シャープペンシルとトーク、その心はどちらも死んでる。愛人撲滅キャンペーン、だがマウィンこぞってたんで、それでじゃんけんマジでかんで、なんでなんで疑うかんで、ひどない愛人言葉にも言わるの。しよう、ハッスゴー。バッコンね、バッコン来ましたね。 DJ になるよりも芸人になった方がいいんじゃないですか。ここ DJ クラッシュですよ。あ、でも他にもあったんですよね、職業が。何でしたっけ。じゃあホームディーワンちゃん、バーテンダー、お前のこと回せマドラー。夜はバーテン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 、 DJ じゃなくてバーテン、残念残念。夜は回してるマイクよりもマドラー。バーテンバーテンバーテン、お上手これでもういっぱい、残念残念。はい、でこれ最後まで見た人はまたレッドホット TV、からこれ続き見れますから、はい、また見てもらって、って感じですか。そうですね、まあでもここまでで、まあなかなかねやり合ってますね。はい、まあでも愛知やっぱここだけで見るといい感じやけどね、はい、うん、ただちょっとその
まあ、ビッグチューンというかそういうのはケンティのがちょっと多かったんかなみたいなのは。そんな雰囲気はありますね。バイアスなしでな、はい、ただ俺愛知うまいなと思うで普通に、はい、あのちょっとこうテンパってんのかなみたいなところとかもあったけど、はい、結構ねやっぱこういいなと思うけどな。声もいいし、うん、そうですね。あとまあだからビッグチューンあればもういい感じになるんじゃない。ケンティはまあねこうビッグチューンそれなりにやっぱあるから、はい、お客さんも歌わしてたり、うん、でまあクラッシュってほんまルールないからね。そうですね、ヒップホップは結構ありますけど、これないんすよ。だからなんやろ、笑い殺す場合もあるからな殺すぞみたいな感じでさ、はい、打ち殺すぞみたいな怖い感じの殺すもあるけどさ、はい、もうバカにしまくってもう、はい、笑いをなんちゅう恥ずかしめるみたいなもあるわけやわかる、はい、だからもう決まってないから殺し方なんか、うん、だからまあそこはね、はい、結構いろんな殺し方があるっていう感じなんで、うん、まあそこはまあみんなももうね見てる人も分かってると思いますけど、はい、まあまあそれを楽しんで、まあだからケンティーみたいなタイプがなかなかおらんから異質な感じなんかもしれんけど、まあまあ何でもありだっていうね、とこなので、はい、ちょっとコメントも見てみる軽く。そうですね、見てみましょう。観客もみんなで歌えてケンティーがすごいとかね、灰皿を持って登場するのだけのマットンさん好き。もうクラッシュのこと書いてないからね ケンティーのクラッシュめちゃくちゃ楽しみにしてたけど差し方も最高、演出からお客さんの立体感も全て好きとか、初めて、クラッシュの PPV 何の PPV って、見るお金払って見る、ね、最新を見る映像を見た時ソミセバンバラバンバンの時点ですでに声量に衝撃受けてんのにコンバトに誰が来てんで、なんかもう針が振り切れてしまった。あー、はじめなケンティーめちゃくちゃ声出てたもんね。声量すごいです、ね、もうレゲエ人はでもね結構やっぱ声量エグいからな。もうだからそれにも言ったらお客さんも慣れちゃってるからさ、はい、ちょっとボソボソやられたらさ、はい、お前何言ってんねんみたいになっちゃうっていうか、うん、やっぱ声量ってだいぶ大事になってくるよね、はい、まあレゲエ人の中でもケンティーアームウェポンってほんまに声でかいからなマジで声でかいからな、うん、ケンティー G の積み上げてきたもんがでかすぎる、それに大阪って土俵愛知も頑張ったと思うけど頑張ったって言われるくらいの戦いかな。まあでも、うん、愛知もねまあ、愛知の方が、まあ、ちょっと不利っちゃ不利や。その、大阪やからさ、はい、愛知もそんなに、ね、大阪来てるとはいえ、はい、そんなに頻繁には来てないから、うん、そういう面では、こう、ケンティーはもう毎日どっかで歌ってるから、大阪の。本当そうですよ、ね。うん。愛知、特にケンティーに言いたいことないんだろうな。まさに西のマフィア、VS 東のヒットマンって感じで、個人的にはこのクラシックが一番好きやって。まあまあまあいろんな意見がありますけども、この続きはまたレッドホット TV で見れますんで、ぜひ見てください、はい、なかなか面白い戦いだったのでね。でまあケンティーの初オフィシャルクラッシュということで、はい、まあとりあえず俺も見てみまして、まあ見に行ってんけどな、はい、見に行ってんけどな、まあでも YouTube の生配信とかでもこれコンバート見てくださいみたいなのもあったんで、はい、まあ見に行ってんけどな。まあまあでもなかなか次どうなんのかなっていうのはちょっとね、楽しみなとこでもあるけど、ケンティーが。そうですね、またちょっと。餃子スカイウォーカー連れてこい言ってたからね。それはちょっと、はい、まあ楽しみなとこでもあるけど、まあまあそれをやるかやらんかは置いといて。まあ、あとはもうね、コンバットの主催者がどうなるかっていう的な感じだと思うから。はい、まあまあまあ、という感じで、今日は。ケンティー VS 愛知見ました。はい、でいいですか。ありがとうございました。はい、じゃあ今日はこんな感じで、あざした。